分かりたいの。沢村が何考えてるのか、何悩んでるのか分かりたいの。私、沢村のことが好きなの。沢村、綾瀬。不良に助けてもらった時からずっとずっと沢村のことが。ごめんな。俺さ、今そういうこと考えらんねえや。自分でもよくわかんねえけど。沢村、好きな人がいるんだ。違うって。ただいつも一緒にいるのが当たり前みてえだったから、いざ離れてみっとあいつの顔ばかり浮かんできちまって。そういうのを好きっていうの。え？そんなこともわからないから彼女に逃げられちゃうのよ。逃げられたとかそんなんじゃ。聖司君にとって私はいつまで経ってもただの右手なんですね。でもはっきり言ってくれてよかった。え？諦めついたわ。私、そんな沢村見てるの辛いもん。元気出しなよ。綾瀬、ごめんな。お嬢様、何か召し上がらないと。うん。みどりちゃんが目を覚ましたって本当ですか？そうなの。みどり、コウタくんが来てくれたわよ。みどりちゃん！コウタくん。よかった！みどりちゃん元に戻ったんだね。原因は何だったんですか？それがわからないの。緑も眠っていた間のことは何も覚えてないらしくて。え？何もって、本当に覚えてないの？それはそうよね。緑はただ眠り続けていただけですものね。いえ。え？別に。でもね、よくわからないけど、何かこう、ここら辺が暖かくて、とても楽しくて、嬉しくて、すごく満たされていたような感じが。そういえば、まじない師の先生が、眠っている間、緑の魂はどこか別のところへ行ってるっておっしゃってたわ。え？緑が望まない限り、無理に呼び戻そうとしても無駄だとも。
お母さん、ごめんね。でも、あなたは帰ってきてくれた。もしも僕が本当のことを話したら、緑ちゃんはまた沢村さんの右手に戻ってしまうかもしれない。忘れましょう。緑がこうして元気になってくれただけで。もういいの。早く忘れましょう。しっかり左利きの癖がついちまったぜ。マジビビってやんの。ガキみたいなことすんな。おい、温泉まんじゅう。緑ちゃんと一緒に食べな。あ？え？お前、手どうしたんだって。つうか、緑ちゃんはよ。知らねえよ。知らねえって、それどういうことだ。ギブアップ、ギブアップ。起きたら右手が元に戻ってて、あいつ消えてたんだよ。で、本体は？緑ちゃんの体の方は元に戻ったのか？それ…バカ！うわーって、ブラブラ。何しやがんだ、乳牛！見に行ってないのか？どうやって？普通に会いに行きゃいいだろうが。行けるかよ、そんなの。ああ、お前って薄情な奴だな。がっかりだぜ。わあ、俺の仕送り、こら、返しやがれ、泥棒。どうせくだんねえエッチビデオとかに使うんだろ。あれ、じゃあな。あ、温泉まんじゅう。お前んじゃねえよ、緑ちゃんに買ってきたんだ。沢村さん？新行寺。あのよ、緑のやつ急に消えちまってさ、どうしたかと思って。様子をな。緑ちゃんだったら元の体に戻ってます。え？そっか、よかった。
みんな、とても喜んでますよ。だろうな。あ、ちょうどよかったぜ。これ、緑に渡しといてくんねえかな。何ですか？あいつの日記帳。え？なんか、コツコツつけてたみてえだからさ。どうして自分で渡さないんですか？どうしてって。みどりちゃん、眠っていた間の記憶がないんです。え？沢村さんの右手でいた時のこと、みんな忘れちゃってるんです。沢村さんの右手でいた時のこと、みんな忘れちゃってるんです。僕、余計なこと言って、またみどりちゃんがあんなことになったらって思うと、本当のこと言えなくて。だったらもう、これは渡さない方がいいな。でもみどりちゃん、沢村さんのところに帰りたがってるんです。記憶がねえんだろ？なんでそんなことわかんだよ。なぜかはわかりませんけど、僕にはわかるんです。お前めちゃくちゃだな。緑を元に戻してやりてえって、あんなに熱くなってただろう。それが今度は右手に戻れって。忘れた方がいいんだよ、緑のためにも。風は冷たいですけど、日差しは暖かくて気持ちいいですね。お嬢様、散歩にでも行きませんか？そうしてみようかな。本当ですか？それでしたら、いつものあんみつ屋さんに行きましょう。じゃあ、ちょっと着替えてきますね。沢村さん！あ、待ってください。沢村さん。聖地区。聖地くんがどうして。なんだろう、この気持ち。大切な何かをなくしてしまったみたい。怖い。心が震えてる。みどり、お散歩に行くんですって？え、みどり、どうしたの？みどり、お嬢様、みどり、わからない。どうしてこんなに寂しいの？もう一度戻りたい。あの時の気持ちに、何かに優しく包まれていた、あの時の気持ちに、もう一度。緑、言ってはダメ。いくらそこがあなたの望んだ世界だとしても、そこはあなたの現実じゃないのよ。現実のあなたが変わらない限り、本当の幸せは手に入らないのよ。みどりちゃん、沢村さんのところへ行きたいんでしょう。あ、コウタくん。それなら早く。待って、みどり、行かせてあげてください。コウタくん、みどりちゃんを行かせてあげてください。お願いします。コウタくん、みどりちゃん。聖司くん。
治君に会えたら、そしたら私今度こそ。本当の気持ち伝えたい。本当の気持ちを。聖司君。今なら言えそうな気がする。今度こそ私の思い。私の思い。おばちゃん、チョコバナナソフトちょうだい。私もチョコバナナソフト。だって私の大好きなチョコバナナソフトがこんな特大サイズで食べられるなんて夢のようです。あの、私ずっと片思いしてたんです、聖司君のこと。緑のこと好きだと言ってください。聖司君の口からその言葉を聞いてみたいって思って。日記なんて大事なもん忘れていきやがって。10月5日、今朝起きたら私は聖司君の右手になっていました。何が何だかわからなくて、でもこうして大好きな聖司君と一緒にいられるなんて今でも夢のようです。夢のようですか、あいつの口癖だったな。10月20日、今日は聖司君とお姉さんと温泉に行きました。幼い聖司君の話を聞けてとても嬉しかったです。ますます聖司君のことを好きになってしまいました。11月5日、今日は風邪をひいてしまいました。聖司君に迷惑かけてばかりでごめんなさい。11月6日、緑は今とっても幸せです。だってこんな私でも聖司君のお役に立てることが分かったから。11月20日、聖司君と二人で見た噴水は忘れられない思い出の一つになりました。これからもずっと。急すぎるんだよおめえはよ。いきなり現れたかと思ったら別れの挨拶もなしに消えちまうなんてよ。本当の気持ち伝えたい。緑。私の思い、今なら。あの、知らないかもしれませんが、
見てました。あの好きです。知ってるよ。あのさ、それお前から何度も聞いたぜ。うわ、嘘。いつですか？まあそのなんだ、お前は知らねえかもしんねえけど、俺もずっとお前のことを見てたっつうか、無理やり見せられてたっつうか。本当ですか？私のことを見てたって、それって。誠司君。12月20日、今日私はずっとずっと大好きだった誠司君に勇気を出して告白することができました。臆病で弱虫な私はもう卒業。そして私の恋は今始まったばかりです。